ランボルギーニですか。いいっすね。ぜひね、買ってください。買って私もね、ちょっと横に乗せてもらいたいと思います。やっぱりね、車を持っているこの、知り合い友人とかね、吉谷さんがそのランボルギーニを持っていると、吉谷さんにつながる人もやっぱりね、見方が変わると思いますし、なんかね、もう変な意味、自分の名誉にもなるわけですよ。自分の知り合いがランボルギーニ持ってるよみたいな感じで、それはぜひね、実現してもらいたいと思います。と、こんな感じでね、私たちはもうちょっと欲望に敏感に、欲望に忠実になってもいいんじゃないかなと思うんですよ。人生をこう振り返った時にね、あ、俺はこんなことをやったぞと、この欲望は達したぞっていう風なね、そんな振り返り方があってもいいのかなっていう風に、ね、思うわけなんですよね。私の場合はやっぱりナイト2000のレプリカ、フルレプリカをこう手に入れたっていうのは、自分の人生をね、閉じる時に振り返って、あ、これはやったなと、これは他の人にはなかなかできないことじゃないかなっていうものの一つなんですよね。他にもいろいろと自分なりのこれをやってきたぜっていうのはあるんですけども、やっぱりね、私昭和47年生まれなんですけども、私の世代でね、ナイト2000に憧れなかった男の子は少ないんじゃないかなと思うんですよ。もちろん R34 もランボルギーニも同じです。やっぱ車っていうものは、車っていうものが私たちのこの10代を強烈に駆け抜けて、いつかはって思わせたものなんではないかなと思うんですよね。で、私麻雀も好きなんですけども、自分が将来家をね、建てるとしたら絶対に麻雀ルーム作るぞと思って、麻雀ルーム私もね、はばかりながら作りましたしね。麻雀店を経営してたっていうのもありますけどね。そういった感じで、私の40代っていうのは、そのなんかね、素敵なおもちゃ箱なんですよね。幼い頃、そして10代の頃に将来はこうなりたいって思ったものが、40代に入って一つ一つ実現できているっていうんですかね。すごく楽しい日々であり、貴重な40代を過ごさせてもらってます。まあ、そのね、40代と引き換えに50代以降がどうなろうともいいなというふうな気がするんですよ。というよりもね、私はね、今日一日がベストな一日で送れるんだったら、明日以降はもうどうなってもいいと思いながら今日まで来てるわけなんですよね。なんとかなってるってことですよ。未来に対する安全策っていうのも必要なんですけども、それをね、あまりにも重用しすぎると現在ってものも死んでしまうと。やっぱり時間っていうのは、人生っていうのは、この瞬間だけがリアルですからね。はい、そこでですね、私の欲しいもの、次はですね、これです。見てください、ドーン、風の谷のナウシカ全7巻なんですけども、いや、実は私ね、風の谷のナウシカって小学生の頃にテレビで見たんですよ。テレビで見て、あ、こんなもんかって感じで、その作品の素晴らしさが私は分かんなかったんですよね。で、30数年経って風の谷のナウシカの岡田敏夫さんの解説を見たところ、これは自分の思ってるのと全然違うなと思って、メルカリでボカンと買ったわけですよ。昨日買いました、衝動的に。で、7巻全部揃ってるんでいいですよね。当時私が小学生の頃って、1巻とか2巻が出たぐらいで、次3巻いつ出るんやみたいな感じだったんですよね。で、何回も宮崎駿さんはナウシカを描いちゃ映画に行って、またナウシカを続き描いて映画の方を作ってみたいな感じで、なかなか続かなかったんですけども、7巻ちょっとね、太めの7巻で完結したということでございます。で、私がね、このストーリーに深みを感じたのは、この風の谷のナウシカっていうのはね、映画では奇跡の物語で、未来がものすごく広がってるぞみたいな感じで終わったんで、ちょっとね、つまらなさを感じたんですけども、こちらの原作の方ってのは違ってですね、原作ってのは人類が黄昏時、もう人類がね、このナウシカの時代から100年後には地球上のあらゆる人類はもういなくなってるんじゃないかなと、もう全部絶滅に向かってるわけなんですよ。で、そういった黄昏時を描いているところが、私はね、ちょっと体感したいなと思いましてね、手に取ってみたわけなんですけどね、そういった経緯があります。ということで、やっぱりね、10代の頃、幼い頃に実現したかったものの一つが、風の谷のナウシカっていうのはどういう風なラストシーンなんだってものですよね。これも今回体験できるのかなと思います。ということで、時間とお金が手に入ると、さまざまな自分のやり残してきたことが実現できていくってことになりますよね。そして、どうやって時間とお金を手に入れるかっていうと、やっぱり基本的にはね、ビジネスができることだと思うんですよ。ここから目をそらさずに、いや、自分はいいんだとか、自分はこうなんだではなくって、まずは自分がまだできてないことをね、一つずつやっていくためには、ビジネスは必要不可欠だって
考えることだと思うんですよ。でそのビジネスをきっちりとねできるようになってきたら、まあ、投資みたいな方向に行くこともありだと思いますしね、うん、で私はねやっぱりビジネスを始めた第一歩っていうのは情報発信をすることだと思うんですよ。で情報発信をせずにビジネスを成立させることは今ねもうほとんど無理ですよ。まあ、ですんでね私がビジネスでうまくいってるかうまくいってないかってことを判断するときに必ず情報発信がどのぐらいできてるのかなってことを考えますね。ところであの例のね Facebook とかでよく出てきた川本さんっていう人どうしてましたかね。コメント欄にいつもいいねコメントありがとうございますみたいな感じでね書き殴っていた方ですけどどうなっちゃったんでしょうね、うん、あの方も消えていきましたね、ということでね吉田さん欲望に忠実にそして死ぬまでにやっぱりねこれはやっておきたいってことは今のうちにやっておこうかなというところでございます。そんな40代久保哲郎でございました。いってらっしゃい。